とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、出ました。いい装備が出ちゃいましたよ。やっぱりね、毎日15、6周ずつやっていくと、そこそこ出る。1日1個ぐらいは、まあ何かしら出る感じだね。今日はちょっと運が良かった。殺戮のクロスボウ。違う。これじゃないんだ。もちろん、機械化ソーブレード。これでもない。これもね、まあ、悪くはないかなと、思うんだよね。うん。若干ちょっと弱いけども、使えなくはない。じゃあ今日出たの、こっちです。生きたツタのアーマー。ですね。もうすでにね、持ってるんだけども、それが、パワー251なのよ。263になると、HP が倍近く変わるので、しぶとさが全然違うんだよね。もともとこれね、だいぶ耐久用に作られた装備なので、耐久力は抜群に高いです。エンチャント、いいね。クールダウン、そして雷フォーカス、火炎フォーカスですね。ほんと俺が今持ってるのの上位互換になるんじゃないかな。とりあえず、これ、ゲットして、使ってみましょう。それでは、使ってみましょう。まず、これがね、俺が今まで持ってた装備なんだけども、生きたツタのアーマー、黄金スキルで、クールダウンがついてます。エンチャントで、稲妻フォーカス、火炎フォーカス、マルチロール。アクロバットがついてるんで、マルチロールとの相性が、結構いい装備なんだよね。で、今回のは黄金じゃないんだけども、クールダウン、稲妻フォーカス、火炎フォーカス。だね。もう完全な上位互換と思ってもらって大丈夫でしょう。HP も、190万から300万まで。もう 1.5 倍どころの話じゃない。それぐらいパワーアップしました。では、行ってみようか。あー、でもまあまあ、まあね。動きは、遅いよ。遅い。それも仕方ない。イカの装備、おお、イカの防具以外はね、やっぱどうしても動きがね、とろくなってしまうんだけども、まあ、そこは仕方ないっすよ。はい。問題ない、問題ない。んで、このね、ツタのアーマーの強さっていうのが、敵を、この、回避とか、この羽を使った時に、絡め取るんだよね。で、それが、普通の敵はもちろん、延茶された敵とか、そういうやつでも、絡め取ることができます。なんで敵をね、こっちに寄せ付けずに、足止めしたまんま、カバンでね、ガシガシやれるんで、そこが強みだよね。特に変更のやつとかが来た時とか、ちょっと絶望的になること、あると思うんだけども、それがね、結構軽減される。そういう奴らが来た時に、壁にね、うまいこと張り付いて、で、向こうにね、こっちの矢が当たらないようにしてから攻撃していくと、いい感じになるんだよな。はい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 。こういう風に足止めが、わからないかな。わかりづらいかな。足止めがね、結構できるのよ。こいつはちょっとイマイチだけども、ちょっと見せれるところがあればいいんだけども、はいはい、こういう風に足止めしましたね。足止めして、こっちに来させないようにしてからの、カバンでガシガシとやるやつですよ。素晴らしい。まあ、とりあえずこれで進んでいこう。HP も高えな、全然減らん。あ、この洞窟とかわかりやすいかな。こんな感じ。今ね、敵を足止めしてんのよ。あーでも、レッドストーンゴーレムはちょっと無理と思う。こいつはちょっと無理だけども、こういうでかいやつ以外だったら、いける。ちょっと今のやつとは相性悪かったけども、こう来た場合に、こんな感じよ。足止めできてる。キャプテンですら。なんで、これはすごく、使い勝手がいいです。火力はそんなにない。火力はそんなにないけども、まあ、安定感があるっていう風に思ってくれればいいかな。こういうやつが来ても、ここで
足止めをしてカバンで倒していくと安全なのよ。すごく安全にクリアできるので初見攻略とかには意外と向いてる装備なのかもしれない。いやー快適だわー。おー、これもともと結構使ってた装備だけども HP がねやっぱ若干低くってちょっと不安なところがねあったのよね。でも HP が増えたってことでめちゃくちゃ使いやすくなった。安定感あるわ。これは本当にね安定感が違う。クリーパーをね安全に処理できるっていうのもいいよね。これで足止めして幅ねどしどしやっていくだけでいいからね。まあまあバブルバースター使えばそんなこともそこまで気にすることもね今現在は実際なくなってるっちゃなくなってるんだけども、あれがもう本当ねいつ使えなくなるかっていうのもわかんないからさ、やっぱそれなんでこういうねいい装備っていうのをどんどん集めてた方がいいよね。ボスか、まあいいや普通に倒そうね、普通に倒しましょう。クールダウンじゃないや、アクロバット1入ってるんだけどもそこまでやっぱ意味ないな。そこまで意味ねえな。あれは3ぐらい入らないとちょっとダメだもんね。よしよしよし、敵が追ってこないっていうのがやっぱいいね。敵がこっちを追ってこないっていうので安全性が高い。うん、いいね、最高です。はい、ということで今日はタワーをちょっと回ってましたらこの生きたツタノアーマー263出てきました。使えます、すごく使える。まあもしもね、バブルバースターが使えなくなった時でもこれで俺は全然やっていけると思うので、うん、これはスタメンに取っておきたいと思います。ではまたやっていきますのでチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。